この項目では2002年シーズンの J リーグディビジョン2について述べる。クラブ数は前年と同じ12クラブで試合数も同じ。ただしこの年は日本で FIFA フフワールドカップが開催されたことから試合会場の制約を受ける関係で中断期間が設けられることになった。2002年シーズンのリーグのクラブは以下の通りである。このうち セレッソ大阪とアビスパ福岡が前シーズンの J1 リーグからの広角クラブである。前年まで行われてきた延長戦を廃止し、前後半90分で試合が行われる。90分を終わって同点の場合は即引き分けとし、両チームに勝ち点1を与える。J1 では延長戦が継続されていることから、J1 と J2 でレギュレーションが異なることになった。この年は、 ワールドカップが日本で開催された。ワールドカップ開催ベニュー以外のスタジアムも練習用グラウンドとして大会前からフィファによってキープされたため多くのチームがこの制約を受けることになった。このため J2 でも2ヶ月近い中断期間が取られた。この結果シーズンのリーグのスケジュールは非常にタイトなものになった。リーグ優勝の大分トリニータは4シーズン目にして 念願の J1 昇格を手にした。J2 降格組では、セレッソ大阪が2位になり1年で J1 復帰したが、アビスパ福岡は8位に終わった。ミトホーリーホックは、笠松運動公園陸上競技場の改修が完了し、この年から笠松の本拠地使用が開始された。また、セレッソ大阪も 2002FIFA ワールドカップ日韓大会に伴う長いスタジアムの 芝生管理の観点から8月まで長い第二陸上競技場を暫定的な主本拠地とした。最終更新は2002年11月24日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得出点差3、得点数。2002年11月24日出展。J リーグデータ。ありがとうございます。